はい、どうもこんにちは、ゆうちゃんパパでございます。 KOF98UMOL 本日も楽しくやっていきましょう。本日ね、8月の24日火曜日なんですけれども、8月のね24日といえばですね、お笑い芸人のねスギちゃんの誕生日ということでございましてですね、ワイルドだろ、ちょっと似てるかな、いや似てへんかな。ちょっとね一発屋みたいなこと言われてね、最近ちょっとねあんまり見てないんですけれどもね、一度私ねサラリーマン時代にね会社がね催したねイベントにねちょっとゲストとして来ていただいてね、一度ね近くで見たことあるんですよ。まあ私はちょっと営業やったんでね、事務じゃなかったんで、その喋ったりとかはなかったんですけど、なんで結構近くにおられてね、その時はなんか普通になんか手続きみたいなされてたんですけどね、その時はなんか結構普通の感じでね、普通だろーとか言うてましたけど、言うてへんわ、絶対言うてへんやろ。はい、すいませんっていうね、今日はねスギちゃんの誕生日ということでございますけれども、今日はねまあちょっとね新規のイベントとか特に来てなくて、もうなんか消化の日みたいな感じになってるんですけどね。でまあ5周年記念の方もね結構いろいろね終盤になってきてましてですね、このねイベントの方もね、あとね明日から始まるね勝敗予想マッチがね残すのみという感じになってまして、まあラッキーセブンもね今後来るんですけれどもね、もういよいよね5周年のねイベントも終盤になってるような感じでございますね。で反乱行動の方もねこれはねもう今日で全部ねクリアできる感じで、これがもうストーリーがもう K ダッシュで終わりということで、新たな追加がねもしかしたらねこのイグニスバージョンとか追加されるんかなとか思ったんですけど、まあそういうのなくこれで普通に終わってるという感じと、で守護の基地が今私ねこんな感じになってて、あとねこの黄色のここだけゲットまでできてないと、で侵入者がね黒ゼロのね S がなくて U があと2体か、なんでウィップの U と黒ゼロの U と S かが まだ来てないという感じなんですけど、まあ言うてもねあとね1週間ぐらいあるんで、まあこれはね埋めれるかなとか思うんですけど、でこの結果破りもねもう 100% ね行きまして、昨日ねこれちょっと結果破りましてね、おめでとう言うて出てきたんですけど、ただ報酬バリしょぼかったんですよね、なんやこれみたいな。いやこんなもんですかみたいな感じだったんですけどね、いやいやもうダイヤガチャ券とかマジいらんからねみたいな。なんじゃそれみたいな、せっかくなんかこれそんなために貯めてねよっしゃーとか思ったらそんな大したことございませんっていう感じでございましたけどね。でミッションがねちょっとこれね結界破りね5回ちょっと挑戦できてなくて、これだけちょっともう未達成のままで終わる感じなんですけど、この熟練度はねもう一応これ達成してもう完了してて、もう終わってる感じなんで、もうあとはもうほぼほぼ消化の日々っていうね感じかなとは思うんですけど、でショップはねまだね1個も変えてないんですよね私。まあ範囲はねちょっと出所のためにね変えていかなあかんなというところなんですけど、ラッキーセブンがね今後やってくるんで、その時に残りのね、範囲の破片が取れるっていうことなんですけど、それがね何枚取れるかによってねちょっとここの数字ね変えていこうかなと思ってるんですけど、ね、今20でここで100取れるんで、まあ、ラッキーセブンが50マックスやったら、まあ、ラッキーセブンの方で取ってこっちもマックス取ってと思ってるんですけど、まあ、ラッキーセブンの方でね50以上取れるんであればね、ここはもう最低限の方にしといて残りのね違うやつに変えていこうかなとは思ってるんですよね。この LR 破片とかね、この LR 専用 ST とか、でこのガチャ券とかもいいですしね。まあ範囲はね私育てる予定はね、まあ、今のところないので、最低限な感じで取得だけしようかなと思ってて、まあ武器もね正直いらんかなとは僕は思ってるんですけど、まあ旧門と消門次第ではあるんですけれども、ただね、まあ、第一線でねスーパー活躍するっていうことはなかなか厳しいんじゃないかなとね思ってはいるんで、いやもう、まあ、範囲好きの方はねちょっと誠に申し訳ないんですけどもね、まあまあそれ見てからにはなるんですけれども、ちょっと、今回は基本的にはその武器はスルーしようかなとは思ってますね。で周年ラッキーパックのね、昨日ねこの言ってた激特パックのね
うん、これぼったくりやないかー言うてね言うてましたね。まあ単なる間違いかもしれませんけどって言ってたねやつが、もしかしたらサイレントでね修正されてね、ボックスからね声に変わってる可能性もあるかなとか思ってね、ちょっと今日朝見たらね、うん、何にも変わらずただのラッキーボックス40 いや運営気づいてないんかな。ツイッターとかでもね、これちょっと高すぎるやろみたいなね、私以外にもね言ってらっしゃったりするんでね、運営ももう気づいてると思うんですけども、これやってもうたからもうあれなんですかね、そのまま行ってまうパターンなんかなこれちょっともう高すぎるんでね、ねもう廃課金されてる方もね今回はいらねーみたいなね声もよく聞くんで、うん、これはちょっとね、意味がわかりませんっていう感じでございますけれどもね、これはまあまあまあ昨日とね同じような感じで来ておりますという感じですね。でまあ新規のねイベント自体は今日はねまあ来てない感じで、まあ中日みたいな感じなんですけどね。うん、でこのね5周年のね、この合言葉の方がね今日までということでございますんでね、これ忘れずにね、入れていただいてね、一応まあ私はもう埋めれた感じなんで、まあまだの方ねちょっともしよろしければこれご覧いただいてね埋めていっていただければなと思うんですけど、1から7がこんな感じで、8からはいこんな感じで、まあちょっと止めてね見ていただければなと思うんですけど、よいしょ、でこんな感じですね、15から21の感じで、よいしょ、で22から28がこんな感じという感じで、で29、30がこんな感じということでございますんでね、まだの方ねこれも今からでもね打ち込んでいったらね報酬もらえますんでね、これ忘れずにちょっとやっていただいて、ただでもらえるもんをねもらっておきましょうっていう感じでございますんでね、やっていただければなと思います。でね昨日ね私これねダイヤ購入ボーナスで累計でね、やっていくとこのチケットでね新格ガチャのね券をねまあこれでもらえるんでみたいなこと話してたんですけど、すいませんこれちょっとまだね私勘違いしててね、オークションガチャのね無料券でございましてね、またお前ちょっと勘違いするっていうね形でございましてですね、昨日ご覧いただいたね、方からねコメントいただいてね、いやちゃうでまた勘違いしてんでって言われましてですね、大変失礼いたしましたっていう形でございまして、これも限定宝箱でございますのでね、新格ガチャではございません、大変申し訳ございませんでした。ちょっと謝っておきますね、どうも申し訳ございませんとか言って、謝る気あれへんやんすいません吉本新喜劇のねスッチのギャグやったんですけどねすいません知らないですよね、なのでこのねオークションガチャのね無料券なんでね、どうせ回すもんではあるんですけど、ちょっとまあ先日も言ったんですけどね、これちょっと回してしまうとねちょっと天井行ってしまうかなと思ってて、これはねちょっともうさすがに、なんでこれはねあんまり魅力的じゃないかなと思ってね、ちょっと いらんなとか思っててね、これがねちょっと正直ね新格ガチャやったら、こっちのねレターオブザフィフスっていうのもね買ってやっていこうと思ったんですけども、オークションガチャのねチケットやったんで、もう正直これもいらんかなとか思っててね大変申し訳ございませんっていう感じでございましてね、ちょっとこれもやめとこうかなというふうに思ってはおるんですけれども、ただねちょっと昨日これ私ねちょっと嘘ついてしまいましたものですから、もう新格ガチャでねお前の配信見ても課金してもうたやないけっていうね方ももしかしたらねちょっとおられるかもわからないんでね、誠に申し訳ございませんっていうことでね、ちょっとみそぎでね、すいません、あんまりいらないですけどこれちょっと買っていこうかなと思いますすいません、ちょっとじゃあこれねみそぎで2925を買っていきまーす。それいい、こんな感じでね2925の方をもうちょっとみそぎでねちょっと倒させていただきまして、受け取りねしていきましょう。しゃーレッドオブザフィフスデビュー、なんやどういう意味なのね、レターオブザフィフス、レターはあれやけどね、フィフスってないの、フィフス言いにくい、神々のフィフスで、買ったからこれももらって、これもねもらって、これももらって、いけるという感じでございまして、で課金したからここのねこれももらっていけるということですね。よっしゃもらっていこう、でこれでもらって、ほんで
要は108個集まったからこれを書いていこう。さあ、マキボックス108個、それゲイドーン。2割だね。ほんなら今何枚集まったかな。あ、87個ね。87個集まったから、イグニス用にね、あの赤機能は2個変えようかなと思ってるんで、うん、まあ、100は貯めとかなあかんなっていう感じなんですけど、まあ言うても あと1週間あるんでね、まあ1日15、6個ね、増えるところを見るとね、うん、多少4、50使ってもいいかなっていう感じなんで、今日はね、このシンクロを変えていきましょうかね。シンクロね、200が20個あるんで、4000シンクロね、もらえる感じなんで、40ダイヤかな、あ、40コインかな。うん、40コインでね、変える感じなんで、まあ、ここは40使ってもいいでしょう。うん、じゃあ変えていきます。それいいドーンとか言って。で、変えていって、47個ね。うん、まあいけるね。で、変えたから、シンクロの数値をちょっと上げていきましょうか。これ結構上がりますからね。うん。296のところで止めてるんですけどね。まあちょっと地味な作業でね、本当に申し訳ないんですけどもね。ちょっと、全員3にしていきましょうかね。うん、ちょっといらない方はね、もうこの辺で動画閉じていただいて大丈夫なんですけどね。じゃあいきます。 AE3 にしてね、こんな感じで3にしていって、ここで300が結構上がるんですよね。300がドーンと1万ぐらい上がると、うん、でこれもちょっと順々に3にしていって、よいしょ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 、おー、1750、よいしょ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 、うん、うん、ここからね、1800ぐらい溜まっていく感じなんで、よいしょ、うん、結構増えるね、いいね、いい、どんどん溜まっていくよ、結構増えていくからね、これ、おー、2700上がった、30上がった、2700上がったぞ、よっしゃー。3の倍数だから、ちょっとね、これ、どこの倍数かちょっとね、実はいまいち分かってないんですけど、まあ、これでね、よいしょ、こんな感じで、上げていって、うん、1750。うん、これ、全員3はいけそうやね。よいしょ。ものすごい地味な作業でございます。1750。よいしょ。よいしょ。よいしょ。うん、結構上がるね。おお、2700。あ、30の倍数で2700上がるんか。うん、結構いいね。上がるよ。はい、どんどんいけい。どんどん。どんどん。はい。よいしょ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 。うん、1750。390で結構上がるんかな。ほんとに。30の倍数で結構上がるのか。ここも1750か。1745か。よいしょ。よいしょ。で、いい。うん。ここかな。ここで結構上がるのかな。うん、2750結構上がるね。うん。すげえ。どんどんどんやって。400は結構上がるのかな。400は、うん、400は分かんのかな、あれか、3の倍数なんかな、なんか、ちょっと数値のあれがあるんかな。あかん、どんどんなくなってきた。4000あったのにもう600か。結構下がるね。おお、30終わってもうた。30終わってもうたら次40いこうか。40終わってもうたから、ちょっと4にしていこう。これは結構、あれかな。だいぶ、シンクロ値が。削られていくな。40減るもんな。これで3の倍数やで。ほー、よし、結構上がるとか言って、よっしゃー、あかん、ヘリがやばい。ヘリが、あー、ここで終わった、ここで終わってもうたら、うん、うん、なんかこれね、500ぐらいまでは結構ね、戦闘が上がっていくような感じみたいなんで、ちょっと500目指してね、今後またね、シングル取っていこうかなと思っておりますね。うん、783万5000か、47,000かな、伸びたような感じでございますね。うん、まあシンクロ値もね、やっぱりね、結構数値伸びていくんでね、うん、まずね、この結晶取ってもらって、でシンクロ行って、まあコア関係で行った方がいいんじゃないかなとは思いますね。うん、結構ね、戦闘力上がるんでね、
うん、まあちょっと皆さんもね試していただければなとは思います。今日ねただちょっとね雑談動画のね、ちょっとピリ課金しましたよというのと、ちょっとシンクロのね数値をちょっと上げさせていただいた動画でございました。はい、今回の動画は以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォローよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。バイバーイ。